こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第166回さなきち自分を大切にするラジオのお時間です。はい、このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。オープニングトークね、植物の話見てください。お花がありません。お花がないんだけど、わかるかな、ここにハイビスカスのつぼみがあります。これね、赤いやつ椅子の上に持ってきました。栄養をあげてたらつぼみがいっぱい出てきて、そうだからね、栄養って大事だね。植物の栄養もうちょっとあげなきゃなって思ってます。それとここにこのたゆたってるやつ、たゆたってるのを持ってきた。でね、これもほら栄養あげたら新しいアスパラガスみたいなね、こう生えてきたの。すごいね、植物って。もう本当に偉いでしょ。それとあとね、ホノルルマラソンへの道。ホノルルマラソンは走ってない、もう全然走ってなくて、だけどスポーツクラブ先週はね3回行きました。3回行って、しかもそのうち1日はね連続して3つのスタジオ出ちゃいました。いける、全然いける。うん、滝汗をかいたのがすごい気持ちよかったのと、あとスポーツクラブ以外の私の好きな先生のね、ズンバのサークルがあって、それにも行ってきました。でね、いろいろ試してみてんの、スポーツクラブで。でさ、この間さ、エアロビクスの上級クラスに出てみたのね。そしたら全然できなくて、しかも先生が怖かったの。めっちゃスパルタでさ、なんかね、ちょっとね、自己肯定感を試されるスポーツクラブで、本当にね、みんなができてるところで自分が全然できない、あの感覚、いや久しぶりに味わったそういう試練もあるなと思って。いや、まだ私にはね上級編早かったし、あそこまでスパルタは私は求めてないっていうのは分かったから、あの先生のクラスは出ない。そう、そういう風にね、いろいろ自分で取捨選択して、自分が心地いいのが一番だなと思ってスポーツクラブ楽しみます。それとね、クラッシー、クラッシーこの間さ乗ったって話したじゃない。それでね、実はね今ね取材の第2弾を受けてます。まただから私クラッシーに乗ります。で、今度のテーマは恋愛中のコミュニケーション、そう、アサーティブの話を昨日ね取材で、もう2時間近くいろいろね話をしました。うん、そう、付き合う前と付き合ってからと、あと、まあ、セックスの時の話と、あと将来についてっていう、こう4段階についての話、アサーティブがどう役立つかっていう話をして、よかった。やっぱりね、この間の取材の時にアサーティブのことを話したんだけど、さっき結局はね、妊活のコミュニケーションの話だけど、根底はアサーティブの話だからさ、そこで私が話したやっぱり権利意識の部分にものすごく惹かれてくれたみたいなんでね、私たちが自分の考えや気持ちを伝えていいっていう、そういうなんか上辺だけのコミュニケーションじゃなくて、そもそも私たち人として自分の考えや意見を大切にして、それを周りの人に伝えていっていいんだよっていう話をしたのがすごくね
ヒットしたみたいで、それをこう恋愛関係でどうしたらいいかっていうのをねやりました、うん、そう、またね報告します。楽しみにしててください。それとそう、今また忙しくてってスポーツクラブね3回も行ってりゃ、まあ、時間その分ね奪われてるわけなんだけど、いやもう、ま、相変わらず忙しくて、その中でね結構ねせっせとやらないと終わらないっていうのが分かったのが、まあ、前から分かってたことなんだけど、大学のレポート26人分を返信しないといけないからさ、めっちゃ大変だけどすごいやりがいがあって、今回のね宿題はアサーティブの実践でね、あの5個私がテーマを投げて、本当に日常で気軽にできるアサーティブの実践っていうね、相手を大切にする言葉、ちょっと話すと今いいって言って声をかけてから自分の話をする。で、今いいって聞くことによって、相手がさダメだったらちょっと待ってとかさ5分後にしてって言えるじゃん。でも私たちそういうことあまり、まあする人もいると思うけど、相手に意識して、まあ忙しいお母さんに話しかけるときに、お母さん今いい？とか、ね、友達に何か質問したいことがあるとき、大学の授業のことで質問したいことがあるときにさ、ね、今話しかけても大丈夫？みたいな感じで言うっていうのはまあ一つのね、宿題。簡単でしょ？で、そういうのをやって誰に実践したかと、実践してみてどうだったかっていうことをね、書いてもらう。みんなめき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 成長していて、毎週宿題があるからね。そう、それがねやりがいある。大変だけど26人全部いいの読んでコメント、うん、そうね15行ぐらいコメントするのよ。めっちゃコミットしてますこの仕事にね。それとクッキーの方はコツコツとシール貼りと、袋詰めしていて、今ある分は袋詰め終わりました。ただね新味も注文したのよ。今あるのって9味と新味って言い方なんとかしたいんだけど、今あるのはメープルベリー抹茶、それの袋詰め終わりました。ただ今日ね新味、アールグレーと黒ごまきな粉とレモンも来るので、なぜかっていうと、あの薬局関係の方のね、そう営業さんの方といろいろ話をして、そっちの新しい味の方のサンプルも必要っていうことになって、じゃあね思い切ってあの注文しようと思って、それでね今日新味の方が届くので、だから初の全種類一斉発売にして、今回はあのコンプリートバージョン6種類全部コンプリートバージョンみたいな組み合わせも作ろうと思っています、うん、でね夫も仕事の合間を見て手伝ってくれていて、昨日は2人で袋詰めしたのよ。夫が袋を開けて、クッキーを入れるところまで、それで私が中を整えてきれいにしまうっていうね、あのやっぱり夫に最後閉じてもらってもいいんだけど、私がこう 見た目とかねそういうの自分がやりたい部分だから、そういう振り分けにしてやったらね、やっぱり早いね人とやるとね。ほんと単純に一人でやる時間の、まあ、半分で済む人がもう一人いると、でほんと感謝しながらクッキーね詰めました。そう、それと家族の話ね、家族の話、父はまあ、まだちょっとね、いろいろ続いてます。まあでも6月行くまで待ってっていう話をして、6月行くのちょっと怖いんだけど。まあ奥さんへの不満っていうかね、まあ自分の今の状況への不満みたいなのね、多分あるんだと思うけど、まあ気持ちはわかる。気持ちはわかるよって、パパの気持ちわかるけど、でも今私も仕事忙しいし、うん、聞くのもちょっと辛いってね、うん、その内容もちょっと辛い。奥さんの、まあ、悪口っていうかさ、まあ、それに付き合うのも私も辛いから、うん、ちょっと勘弁してって言ってねいう感じにして、まあ、今度会おうっていう話をしています。そうね、難しいね。でね、この間ね、アップルストアに行ってきました。で、なぜ行ったかっていうと、このエアポッツを修理出してきたの。もうさ、修理プログラムみたいのがあったんだけど、それが終わっちゃって、そう、終わっちゃったからさ、自腹って言ったらいいんだけど、あの、
ね、それで言って事前に調べていったらね、片耳14,400円かな。だから両耳交換したら3万円ぐらいになっちゃうの、修理するだけで。まあでも一応それ以外の値段もあるかもしれないと思って行ったら、やっぱりそういう異音がする、雑音とかがするのは片耳14,400円っていうから、あ、じゃあ、せっかく来たけどこのまま修理しないで帰るっていうのもありですかって聞いたら、ありですけどって言ってね、ダイヤが出てきたわけよ。それは何かっていうと、バッテリーの問題なら、バッテリーの問題なら片耳7,500円って言われたの。いきなり半額になったわけよ。えってえって言って、確かにバッテリーももうへたってきてるわけよ。でも私の中ではそのイオンの方が問題として大きかったから、イオンっていうことで言ったんだけど、もうすかさずさ、バッテリーも減ってきてますっていう話にしたら、はい、じゃあ分かりました、7500円でできますっていうからさ、片耳、じゃあやってくださいっていう風にして、まあ新品買うよりも安いからさ、これ AirPods Pro だし、なので買えました。だから15,000円で修理して、もうでもこれがないともう仕事が進まないっていうかさ、もうね、ラジオの編集するときとか YouTube の編集するときもこれしてるしさ、 Zoom のときもするしさ、料理のときもするし、これがないともうなんか生活の質が変わっちゃうからね。もうね、修理してきました。もうね、ほんと3万円かかると思ってたものがね、15,000円でも高いけど、まあこのね、快適さには引き換えられないと思って払いました。まあそんなね、いろいろと忙しい中でいろいろあっち行ったりこっち行ったりしています。それで、今日の洋服、今日の洋服はこれパジャマワンピースね、サマーサモスモスのパジャマワンピース、はい。もう今日はね、暑いのよ、多分ね30度近くなるっていう予想で、まあだんだんこのワンピースのこの足の中がスカスカしてるのが涼しい季節になったなと思ってね、うん、嬉しいです。それと今日のお茶は天茶とハトムギとペパーミントの出がらし最後の部分に水を足してね、ちょっとね薄めました、はい。そう、めっちゃ青空なのよ、濃い青空で、隣のマンションから反射した光がね、これね当たってるんだけどね、いいお天気だと気分もいいよね。そう、今日はこの後ラジオが終わったら、ズンバ、スポーツクラブのズンバに行こうと思って、それまでにね、そう、ラジオ収録終えて、変換も終えてね、編集の準備して出かけようと思います。はい、みんなもね、体の声、心の声に耳を傾ける30分にしてもらえたら嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち、今週の肌の調子は、はい、今週の肌の調子なんだけれども、ね、パーマの被害が思いのほか長引いていて、今ねこの距離で見るとまろやかになってるんだけど、結構大変だったのよ。この1週間で首の皮、皮むけがもう全部全部こう一周、一回転した、うん、あとおでこもね。で見せると、ほら見てすごいでしょ、結構粉がすごい、粉がすごいのと、おでこがほらね、これも見て、このシワ、このシワ隠しちゃいます、まず隠しちゃいますけど、それで、でもね、これラジオ用ね、いつもやっぱりかゆいからピタッと止めてます。で、おでこね、こうでしょ、それで、ほらこのパーマ液がついたところよ、要はここタオルに染みたパーマ液がここついてたでしょ、この耳もここ、ほら、垂れてたところ。で、垂れた先。そして首の後ろ、ほら、もう見て、この、このシワ。
ゾウさんの皮膚みたいになってますね。で こっちここはね、これはパーマ液の害っていうよりかは、この間めっちゃ痒くなってまた薄皮がむけるまでかいちゃったっていうことがあってね、これ4日ぐらい経ってあの皮ができて剥がれた状態ね。でこうでしょ、こっちね、パーマ液垂れたとこで、首の後ろももうゾウさんの皮膚こういう感じです。まあでもほっぺの頂点は光ってきてるから、全体的には良くなってきてると思うんだけど、まあこういう感じでね、まあ街で見たらめっちゃ肌が荒れてる人っていう感じです。でね、この辺のこう何でもないパーマ液がついてなかったところの皮がむけてるのは、これは多分ね、スポーツクラブの汗かいて皮膚のこうターンオーバーの一環だと思うのよ、この皮がむけてるのは。そう、いやーなんかね、今回のパーマはね、あと引いてます、あと引いてる。うん、それで手もね、かゆいのよ。なんか最近寝てる時に手がかゆくて、手をかいてる、寝てる時に、ああかいてるな、かいてるな、こうやってねゴシゴシゴシってやってるなって思いながら、ここ4、5日続いてるんだよね。もうなんだろうね、なんかやっぱり運動してはね、デトックスっていうか排毒っつうか、なんかそういうのがなんかね、あの来てるような気がして、膝裏の関節も、うん、ちょっとアトピー出てきてて、まあね、汗かいてるプラス面と、まあやっぱりなんかいろいろこう肘の内側とか、うん、出てきてる感じはあります。でもね、体調はすこぶるいい。スポーツクラブ行って、であと、ま、手はちょっとかゆいけど、なんだろうな、かゆくて眠れないとかそういうのはないから、やっぱ運動効果はあるなって思っていて、それでね、あの最近今試してることがあって、それは何かっていうと、この口角炎あるじゃん、これだいぶ閉じてきたんだけど、口角炎が私の中でね、あれもしかしてこれが原因かなっていうのが分かったの。それは何かっていうと、自分のよだれ説があって、なぜかっていうと、私こっち側を下にして、しかもうつ伏せになって寝るのが好きなわけよ。こういう風にして枕を縦にして、そこに左足をこうやってかけて寝るのが一番体が緩む姿勢なわけ。そうするとさ、こう布団にこういうんだって、多分じわじわよだれがね、ここにいつもついてて、自分のよだれでかぶれてんのかなって思ったわけ。あるじゃん、赤ちゃんとかもよだれかぶれみたいなやつ、それの大人版みたいなのかなと思って、寝るときにこっちをあんまり下にしないようにするのと、そう、あんまりこうやってブニってならないようにして寝てたら、だいぶ閉じてきた閉じてきたから、だからここね、あのよだれがつかないようにしようと思って、それを工夫しています。多分そうじゃないかなって思うんだよね。だからここをもうちょっとしたら治ってくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。それとね、あと気づいたことはね、あのパーマかけてこうやって下ろしていられるわけよ、パーマヘアだと。でなぜかっていうと、髪が当たるともちろん痒いんだけど、直毛じゃないじゃん。だからこう丸くなってんのが当たってるから、あんまり実は刺さってないわけよ。ストレートの時はこう尖ってるのがこう刺さるみたいな感じだったけど、ふんわりこう綿みたいな感じのが乗ってるっていう、あの肌感なのね。だから、あ、意外とそれはいいんだなって思いました。このパーマヘアが皮膚に当たってるのは意外と痒くないっていうのが分かった。まあただね、ここまで荒れちゃったから、今回久々に荒れたよね、このパーマで。
次もね、こうやって強くかけたいなって思うんだけど、ここまでひどくなるとなると、ちょっと躊躇しちゃうよね。対策。美容師さんにもっとこうタオルを皮膚につかないようにしてもらうのと、頻繁にタオルを変えてもらうのと、防御のクリーム、この間はここぐらいまでしか塗らなかったから、もっとこう耳の前とかね、後ろとか、こう耳のこの裏ね、裏もちょっと荒れちゃって、首がさ、本当にこれ映るかな？この辺、もう何回もここ皮が、分厚い皮がね、むけてんの。これね。肌が弱い。私たち肌弱い。いや、パーマ無理しない方がいい。パーマは可愛いけど、相当、失うものも多い。失うもの。だから私はね、皮膚すごい荒れちゃったし、まあその後、その、おでこと首の、まあ、大変さに、まあ、2、3週間付き合わないといけない。まあ、2、3週間で収まればいいけどね。悪化してる時なんかは、それが呼び水になっちゃうこともあると思うから、難しいよね。難しい。で、みんなも肌の調子どうですか？ね、花粉は終わったけど、花粉は終わって、ヤフー天気で私がいつもチェックしてるのは黄砂と PM2.5。黄砂は最近ないんだけど、PM2.5 が、まあ、やや多いとか多いなんだよね。だから、ちょっとそれで来てる人もいるかもしれないね。あと何？春の花粉。そう。だから大変だと思うんだけど、あと夏が来るしね。夏が来るし、暑いと大変っていうのもあるし。まあみんなも私と似たような感じかなと思いつつ、ね、辛い状況の人もいると思うからさ、なんとか一緒に乗り切っていけたらいいなって思ってます。でね、肌の調子とか近況報告をね、コメント欄やフォームや公式 LINE の方にもらえると嬉しいです。はい、それではお便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にえりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて、途中からお便りを紹介したいと思います。一緒に歌ってもらえると嬉しいです。紹介したいと思います。じゅんちんからいただきました。ちょっと長いんだけどね、紹介したいと思います。さなきちさん、こんにちは。私は昨年の秋頃からアトピーが悪化し、メンタルが激しく落ち込んでいました。そんな時、友人を通してさなきちさんの YouTube に出会ったのが1週間ほど前のこと。それからいろんな動画を食い入るように見ました。どの動画も救われた気持ちになりましたが、さなきちさんの言葉にふと涙が出たことが何度かあり、ああ私は傷ついていたんだとか、ああ私は弱いわけじゃないんだとか、ああ私は頑張ってきたんだと押し込めていた小さな自分の存在に気づくことができました。何と言ったらいいのか、とても分厚い鎧を身につけて痛みを感じないように自分を守ってきたのか、泣くことすら許していなかった自分の心がふと緩んだ瞬間だったように感じています。アトピーという体質に生まれた私は、不幸とか劣っているという捉え方から少しずつ抜け出せている気がしています。そして自分の一番の親友になろうと決めました。
それからは運動したり食事制限を始めたり、かっこ一番避けてきたやつ、肌断食を始めたり、人に会う時も顔を上げていったりと行動を変えることができています。今肌はボロボロだけど気分はずっと晴れやかです。さなきちさんの YouTube に出会えたことに心から感謝です。ありがとうございます。余談ですが、私は最近生活クラブの配達のお仕事を始めました。同じ生活クラブ仲間というのにも親近感を抱いています。ではでは、これからもお体に気をつけて配信続けてくださいね。楽しみにしていますというね、純ちん、純ちんありがとう。まずこれが1つ目で、後日談も届いてます。でその前にまずね、いや本当に良かった良かった、私の YouTube をね紹介してくれたお友達もありがとう、すごい嬉しいです。そうなのよ、私がね伝えたい真髄が純ちんに届いて良かったなって思っています。そう、いいの、肌が荒れてても堂々としてればいいの、全然劣ってない、私たちは劣ってない、誰からも劣っていない、本当にそのままの自分のまま価値があるっていうところにね立ってほしいなって思うのよ、私は本当にそういうふうに思います。でまあこういうことがありでね、また来たの、純ちんから翌日にね、昨日メッセージを送った純ちんです。昨日あった出来事をどうしてもお伝えしたくてまたお便りしていますっていうことで、その純ちんの変化が家族に影響を与えたっていう話なんだよね。で私には8歳の娘がいます。昨日2人で夕食を食べてる時に、もうお腹いっぱいだから残していい？と聞かれたので、いいよと言うと、最近ママ優しくなったねと言われました。確かに自分の親友になると決めてから過去たったの1週間くらいだけど、自分に優しくなれていると同時に、娘にもちょっと待ってと言わずに手を止めて話を聞いたり、心に余裕ができたのかなと思いました。つまり自分に優しくし始めたら余裕が出てきて、周りの人にも優しくできるようになってきているっていうことだと思うんだよね。でそして私の心の変化をありのまま娘に伝えました。お母さんは今まで自分のこのかゆい体も心も大嫌いだったんだけど、一番近くにいるお母さんがお母さんの体と心を嫌ってるなんてあんまりにもかわいそうだから、これからは親友になることにしたんだと伝えると、娘が私は私の心も体も大嫌いだよというのです。8歳の娘さんがね、なぜかを聞くと、私の期待に応えられないからという答えが返ってきました。娘は生まれてからずっと食が細く、幼児期までは食べてくれないのが本当に心配で、なんとかバランスよく食べてくれるようにあの手この手を使って工夫していました。保育園の先生には、この子は霞を食って生きているのかもと言われるほど、あんまり食べない娘に怒鳴ったこともしばしば。最近でこそ食べなくても死なないと分かったので怒鳴ることはなくなりましたが、やっぱりバランスよく食べてほしいという気持ちは強いし、たくさん食べてくれると喜びを表現しています。で娘さんがね、もっと胃が大きく生まれてきたら他の子みたいにご飯を食べれるのに、食べようと思っても食べれなくてママを悲しませちゃうんだよと泣く姿に、私は泣きながら抱きしめて謝るしかできませんでした。これさ、本当にさ、もう切ない、切ない。あのアトピーね、あの子供の時からアトピーだった人はこの気持ちすごいわかる人いると思うんだけど、全く同じだよね。ご飯が食べられないっていうところをアトピーに置き換えると、私はこのね娘さんにめちゃくちゃ共感するし、お母さんの気持ちもね痛いほどわかるんだけど、やっぱり自分の病気っていうかさ、自分の体の特徴みたいなものが親を悲しませてる、苦しませてるっていう思いはすごくあるんだよね。そう、この間さ、ヤングケアラーの番組紹介したじゃない。そう、その中でね、あの言ってたんだけど、親の無償の愛っていう話はよく聞くじゃない。そう、確かね、子供の家の施設長の人が話してたんだけど、親の無償の愛っていう話は本当にね、世の中に普通に聞く話だけど、子供の親への無償の愛に本当に驚くっていうね、それをね、あのこの間話したエピソードの後にも話してたわけよ。子供の方こそその無償の愛、親に対する無償の愛があるっていう。そうだよね。それでやっぱり、まあ、このね娘さんもやっぱりご飯が食べられないことを自分なりに苦しんで、
自分が食べられないから、まあね、親を悲しませてる、親を不幸にしてるっていう思いがね、あったんだろうなって、これを読んでね、思いました。でね、続きを読むと、今日の出来事はありのままの自分を受け入れることができるようになってきたからこそ起こった出来事ではないかと思います。今気づくことができて本当に良かった。これからは娘のお手本になれるように、私がもっと自分自身と仲良しの親友になっていきたい。そして食べれない彼女は何も悪くない、そのまんまの自分でいいんだよ、というメッセージを娘の心に染み渡るように伝えていきたいと思います。佐々木さん、大事なことに気づかせてもらい本当にありがとうございます、というね、じゅんちんありがとう、頑張った。そう、本当に、なんていうのかな、こういうさ、ことが悲しみの連鎖とかさ、苦しみの連鎖を断ち切るきっかけになると思うんだよね。それで、やっぱりさ、私たちが自分を肯定できないことって、この世の中だったらたくさんあると思うんだよ。この社会の中で生きてるっていうことはさ、やっぱりどうしても社会から受けるメッセージはさ、自分の今のあり方と違うことの方が多いから。でも、いいの。いいの。違っていいの。違っていいの。違っていいの。本当に、そう思う。だから、やっぱり、純真が自分のことを大切にしてさ、ね、カリカリしなくていられるようになった、自分のありのままの自分に少しずつ OK を出して、ね、心にちょっとこう余白ができるっていうかさ、そこに娘さんがポンと入ってきて、いいよって言ってあげれたことがさ、この娘さんの彼女の心をほどくっていうか、溶かすっていうかさ、よかったなって思う、こういうシーンが親子の間にあったっていうことが、もう私はすごく嬉しくて、本当によかったなって、思う。自分もさ、なんかね、子供の頃そういう瞬間があったらよかったなって、思うけど、やっぱり親も苦しんでる。親も苦しんでるし、全然知らないもん、アサーティブの考え方とか。お手本になる大人も周りにいなかったし。だから、このね、純真がすごいなと思ったのは、これからは娘のお手本になれるようにって、ほんとそれでいいと思うよ。で、お手本もさ、さっきのスポーツクラブの怖い先生みたいなお手本もありだと思うけど、そうじゃなくて、もっとさ、緩やかなお手本があってもいいと思うんだよね、なんか。完璧を目指すんじゃなくて、失敗したり、うまくいかないところでも、それでもその時にどう対処してるか、肌が悪化してても、例えばさ、肌が悪化して家事とか仕事とか大変だと思うよ。で、そこをさ、そのイライラとかフラストレーションを家族にぶつけたりするんじゃなくて、まあね、今ちょっとしんどいんだって、でも例えばお母さんはこの体が好きって、頑張ってくれてるって思ってるみたいなね、ことが伝わればさ、いいんだって、いろいろ持病があったり、ハンデがあったりしても、そうやって人生楽しめるんだっていうことがさ、伝わればいいなって思うんだよね。それとさ、例えばそういうしんどい時に、なんか分かってもらおうと思って、回りくどく伝えたりするんじゃなくて、例えば親同士がね、助け合ってる姿とかさ、コミュニケーションを取ってる姿が伝わることっていうのも大事だと思うんだ。それで、私がね、これはね、本当アサーティブのある種の子供へのアサーティブっていう部分のね、神髄がね、ここに隠れてるなって思ったの。それは何かっていうと、例えば私のアサーティブを受けてくれる人の中でもね、子供への対応に困ってる人っていうのもたくさんいるわけよ。そこでさ、例えば子供にもっと部屋を片しなさいって言いたいとか、もっと手伝いなさいって言いたいっていう、子供への要求のことを課題としてね、持ってくる人もいるんだけど、もちろんそれも大事な話。まあ、ただ私が思うのは、それは、まずちゃんと大人同士で言えてますかっていうことなんだよね。子供に言うっていうのももちろん大事。一方で、例えばお母さんだったら、パートナーの助け、得られてますかっていうことね。アサーティブ使うのはそっちの方を先に練習しようっていう話をするわけ。むしろ、まあ、小さな子供に対してはこう主張するっていうよりかは、受け止めるとか、話を聞くとか、相手の気持ちを聞くとか、
そういう方に主張するよりかは聞く方をやる必要がある。主張して黙らせることにつながりかねないからさ、アサーティブの使い方を間違ってしまうとね。だからそれが本当にこのジュンチンはこう自分を大切にするっていう方向から自然に実践できた。だからすごいいいことだと思う。本当に良かったなっていうふうに思う。アサーティブはさ、自分も相手も大切にして自己主張するっていうね、主張が軸になりがちだけど、そうじゃない、主張じゃないじゃん。主張じゃなくてね、正直な自分の姿をね、誰のことも責めずに見せて、誰かにぶつけるみたいな感じじゃなくてさ、よくやっちゃいがちなのは親が子供をカウンセラーにしちゃうっていうやつね。もう私はもうめっちゃそれをやってきたわけよ。親の辛さを、親の涙を聞くみたいなね、ことをやってきた。そうじゃなくて、子供をカウンセラーにするんじゃなくて、親がまあ、カウンセラーっていうかね、まあ、聞き役になるっていうことだよね。なんかそこがね、すごく奥深いんだけど、アサーティブの見えにくい真髄の部分だなって私はね、思ってるの。うん、それがこのジュンチンのメッセージにすごく凝縮されている、凝縮されている。大人の傷とか苦しみを子供に回さないっていうね、そういうのすごくやっぱり大事だなって思うから、そのためにも私たち自身が、まあ大人がね、大人が、私たち自身が自分を親友のように扱うこと、等身大の自分に OK を出すことで、助けが必要だったら身近な大人に助けを求めること、そう、そういう姿を若い人たちにね、見せられたらいいなっていうのは私は本当に思います。そんな風に思うかな。で、今思い出したんだけど、この間母の13回忌の時にさ、まあ、父が東京に来て、それでお寿司屋さん、ウグイス谷のお寿司屋さんでさ、まあ父と私と、あと一番下の弟、家族と、それと甥っ子が3人来たの。3人来て、男の子3人でね、もう30歳ぐらいなんだけどさ、みんな20代後半から30歳なんだけど、まあ仲がいいまではいかないけど、コミュニケーション取って、まあそうやって一緒に集まって、まあお兄ちゃんなんとかだよねみたいな感じで、なんかお互いになんか突っ込みしつつ、なんかいろいろと個性をそれぞれが大事にしてる感じがしたからさ、長男にさ、いや君たちいいねって、君たちいいねって、こうやって兄弟で話せるってすっごい大事なことだとね、さなえちゃん思うよって、うん、それをね、こうやって3人まとまって今こうやっておじいちゃんのために来てる姿見てね、あ、本当にね、いい子に育ったなって思うし、そういう風にね、兄弟が仲良くしてる姿見るの、私すごい好きっていう風に話したの。そしたらさ、その長男がさ、甥っ子のね、それはね、俺はね、さなえちゃんたちを見てきたからって言うわけ。さなえちゃんとか、父さん、ね、さなえちゃんとか父さんたちの兄弟の付き合いを、見てきたから、それがお手本になってるっていう風に言ってくれたの。すごい嬉しかった。やっぱり兄弟がね、あんまり仲が良くないっていう話もよく聞くからさ、でもやっぱりまあ一人っ子の人もいると思うし、まあ私はね、兄弟たくさんの中で育ったから、でまあこういう親のね、吸ったもんだがある時とか、母が介護状態になった時とか、すごくね、あの兄弟で話をするっていうことが私にとってのすごい支えになったっていうかさ、ああ、そういう話せる甥っ子同士が話ができる架け橋がある状態がすごくいいなっていうふうに思った。うん、すごい嬉しかった。やっぱりこういうふうに、まあ、私の直接の子供ではないけど、なんか大人同士が関わっている姿っていうかさ、コミュニケーションを取ってる姿とかさ、あり方みたいなものっていうのを若い人は見て学ぶんだよね。だから私たちもそういうのを見れていたらできたのよ、できたの。賢いもん、みんな賢い。うん、だからそういうふうに思うかな。なので今からでも全然遅くない。うん。始めるのに遅いっていうことはない。本当にそう思う。うん、だから、自分を責めるのをやめて、
自分にかける言葉を変えていくっていうのは、私たちが今この瞬間からできることかなって思うからね、このラジオを聞いてる人たちとそういうふうにね、一緒にやっていけたらいいなって私はね思っています。まためっちゃ熱く語ってしまったの、涙もちょっと出ちゃった。はい、ね、長くなりました。長くなりましたけど、今日はこの辺にしたいと思います。小豆はね、出しません。小豆は出さない。もう今さ、本当に羽がね、生え変わっていて、で、夫がやっぱりこの羽が、羽変わってるの、生え変わっている姿をね、私のアトピーやんかと重ねるみたいで、なんかね、しんどいねとかね、ピリつくねって言ってんの、声かけてんの。ピリつくってさ、わかる？肌がさ、しんどい時にピリつく感じ。それをね、小豆に声かけてて面白いなって思っています。はい、それではね、みんなも元気でね、また来週お会いしましょう。一週間、あっという間だね、本当にあっという間。もうね、いろんなことが起きますが、なんとか自分を大切にしながら、自分を親友のようにね、扱って、まあ大変だよね、とか、うん、いやー来たね、とかね、いうふうに、こう、あんまりこう、こうなんていうのかな、陰ってね、あの、影、陰と陽で言ったら、陰の方にどっぷり行かないようにね、淡々と、ああ今傷ついてるなとか、ああ今しんどいなって、しんどいねっていう風にね、声かけながらやっていきましょう。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また来週元気に会いましょう。さなきちとあずきでした。バイバーイ。